おやべ、レッドボックスのキャプテンに来ていただきました。開幕戦お疲れ様でした。2対1というスコア、本日の試合を振り返ってください。早い段階で先制点を取れたので、まあ、こっちのペースで試合ができて、まあ、最後、まあ、追い上げられてましたけども、しっかり取ってよかったです。2016年ホッケー日本リーグが始まりました。今年の方法を教えてください。今年から2部制になったので、まあ、2部ということで一部優勝して一部昇格したいと思います。最後にカメラに向かってファンへ一言お願いします。小矢部で開幕戦ができまして、初戦を勝利できました。また今後とも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。